中学生の頃からいつかは大河ドラマに出たいと思っていまして、ピアスの穴も開けず夢を見て待っていたんですけども、ようやく20歳になってこの場に立つことができて本当に嬉しかったですし、同時にそのやっぱり初めてのことばかりで着物でのお芝居というものもなかなか慣れないので、まあ、藤子ちゃんと一緒に所作を習ったりとか方言を習ったりという一つ一つがすごく新鮮で、刺激になって勉強になっています。結婚離婚などいろんな大きな波を乗り越えていかなければいけない役なんですけれども、精一杯楽しみながら頑張りたいと思っています。よろしくお願いします。